はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでした。千里ヶ丘。なんというか、過去一で現地にたどり着けない場所ではあるんですよね。その目的の場所に。まあ、でも、まあ。敷地のある意味、外っちゃ外な範囲でも。何かを訴えかけてくる方がいるくらいには。問題なの、その。寂しい寂しい言ってる方だけ。いや、問題点ではないけど、まあ、別に。まあ。嫌いな場所キモいなと思うからキモいんだけど、別に普通の公園、まあ滞在したい公園ではないな。まあその過去の履歴しちゃうとね、そうあれだけど、まあでもまあ何も知らなければ多分普通の公園ですよ。普通に寄ってくださいよ、うん、怖がらずに。今日来たけど全然大丈夫です。かっちゃんほど霊感が高かったら涙出るかもしれないけど、そうそう、俺と寂しい悲しいって涙が出てくるで、本当に涙が出て、恥ずかしい、鼻水まで出てきてもらった。だからかっちゃんぐらい霊感あるんだって自負ある方は一回それができるかどうか試してみたらいいかも。霊感があって体に入れちゃあかんよ。寂しい悲しいになっちゃうで。取り憑かれてるって。でも皆さん本当にね、みんな心霊スポットって言うけど。好きで心霊スポットにされたわけじゃないし、それはそうね、何々が死んだらどこでもそうなんですよ。どっかでも死んだのは本当にそっからじゃあるんですから、まあ、焼かれたのもここを帰った後に事故に遭ったのもね、だけど、大体そういうのって大体騒いで帰ってくような人たちなんですよ、事故るのは。我々の動画がいつもどれだけおとなしいことか、そうそう例で始まり例で終わればいいんですよ。失敗したのは平家ぐらいです。失敗したな。俺が無駄にギャーギャーわめいたから。失敗したな、あれは。怖かったな。でもまあ。でも平家って前もあれだ、信号機、あ、踏切があることを間違えて俺。ああ。やっぱり負担はでかいんですね。そういう強い場所に行くと。でかいな。まあでもここはそんなにね、強い場所じゃないはずだから。そう。これくれたのは仁田さんやったっけ。名前言ったらもういかんか、やめよう、名前言うのカットだ、名前を、ここ入れといて。まあここの情報をくれた視聴者さん、くれた人、地元さんの人は本当ありがとうございました、ありがとうございます。池の情報くれた人も本当にね、いい場所でしたよ。思ってた以上の当たりスポットだった、マジで。当たりスポット、あそこは本当に霊感ある人は本当にちょっときついかもしれない。あっちの池の方は、あっち新宿、こっち大須。リアルの大須はリアルの大須で魔境なんだよな、あっこ。人混みで言えば、向こうは本当に原宿のような。あ、向こうそんなやばいんだ。こっち、いや、大勢おるのよね。こっちはまあ本当にあれですよ、大須。大須のイメージが悪くしたいのか、何なんだ。あ、一宮の本町通り、分かる人いますかって。分かんねえだろうな。柳津の柳ヶ瀬通りみたいなもん、岐阜で言えば。地元情報すぎるんだよな。まあ場所情報な、そんなもん大須でもなんなら東京のどこどこでもそうか。東京で言えばどこやろな、クロスする交差点のあれ。ああ、いや、ここは東京で言えばどの辺なんだろうね。千葉ぐらい。東京千葉じゃねえし、東京から見た千葉ぐらい。東京で行けばこっち。千葉か埼玉か。また千葉とか埼玉ディスる。高速ねえわ。地味な。高速あるそうですから。本当。いやでもこの前あれやん、埼玉はうなぎと草加せんべいか。草加せんべいって何？今ここで喋るそれ。昔お餅屋さんをやっていたお店が、お餅の在庫、売れ残りがそのまま廃棄処分になってどうしようもないからすごい困ってたと、うん、そこでそのお店に寄ったお客さんが、うん、そのお餅を、うん、平たくして、うん、天日干しして乾燥させて売ればいいって言って売り出したのがその草加せんべいの草加せんべいの始まり。草加じゃない。そうなんだ。でも埼玉うなぎっていうのはびっくりしたね。うん、聞いたことない。俺も聞いたことない。うなぎといえば静岡やと思ってたの俺。埼玉と言ったらしんちゃんなんだよ。そう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 。クレヨンしんちゃんしかないのよ。しんのすけだずーだと思ったんだけど違いました。よいしょ。なあ、そうだよな。そうだよな。俺ずっとしんちゃんって東京育ちやと思ってた。ああ、うん、なんかもっと都会なんだろうなって思ってた、うん、違う埼玉って言っとるけどなんていうの実はもっとなんかあれなんじゃねえのお前さりげなくひでえこと言っとるぞじゃあ埼玉が悪いとは言ってないなんかもっと、うん、しんちゃんだって5歳であれだよめちゃめちゃ都会っ子よりも知識上だもんだってそうだから俺、うん春日部って東京にあると思ってたもん、うん、いかんしんちゃんの話題したら全部ディスになる埼玉のいやでも今度本当ね埼玉千葉ね貯金していこうでは皆さん、また今度いい情報あったら、はい、いい情報あったらぜひお伝えください。喜んでいきます。コスパのいいところ。まあできれば東海3県に近いところ。近いところ。まあ長野でもいいし、なんかあったらください。はい、そこあったら行きますので。うん、ここ紹介してくれた人もありがとう、はい。ありがとうございました。失礼します。仕事ないよ。失礼します。仕事ないよ。そう。